皆さんの応援のおかげで多くの賞にノミネートされ、また多くの賞を獲得することができた。プロジェクトチームを代表して、私から皆さんに感謝の意を伝えさせてくれ。番組の途中にすまない。僕はベリタス・レイシオだ。え？君の番組で僕の跳躍スケジュールを発表したようだが、率直に言って、このスケジュールは0点だ。ドクター・レイシオ？知識とは流通して共有されるべきもの、真理もまた同じだ。僕は僕個人を代表して、全ての開拓者に知識教育を受ける機会を与えることを要求する。バージョン 1.6 のイベント跳躍パンタレイが始まると同時に、ゲーム内のメール機能を開放している開拓者はメールを通して限定星5キャラクターのドクター・レイシオを受け取ることができる。つまりこの僕だ。凡人は凡人なりのやり方で最も所有率が高いキャラクターの地位を確立するというわけだな。以上だ。では失礼する。はい、さすがはドクター・レイシオだ。あはん、よし、以上がバージョン 1.6 の全内容だ。改めて3名の天才に感謝を。番組を見ている皆さん、チャンネルはそのままで。この後はスターピースカンパニーが特別番組を用意しているんだ。サンデーが来るぞ。今日は金曜日でしたよね。疑問。スターピースカンパニーは週末に休日を設けていないのでしょうか。そうだ、週末の2日間は模擬宇宙のテストを忘れないように絶対参加してね。まあ違う、そうじゃなくて、次の番組のゲストのサンデーさんがもうすぐ来るって言ったんだ。地獄に落ちな、ベイビー。